こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。政府はイージス艦を増艦する方向へと今現在検討する方針に変わった。イージス艦を増やす計画はなかったのだが、現在の8隻体制が整う今回が最終計画だった。だが、どうして急激な方向転換とも言える方針に変わったのか？それは、6月にイージスアショア配備計画を白紙にしたことに遡る。では、イージス艦2隻建造に4000億円、約600人の乗組員が必要。しかも、海では常に凪とは限らない大荒れの場合もある。では、このイージスアショア配備計画を撤回した内容を見ていこう。迎撃能力は日本にはなくてはならない防衛力と考えている。イージスハグロは180で護衛艦いずもは183だから、あと2隻は増やせるということか。女性イージス艦艦長も増えてくるだろう。2020年6月15日夕方、河野防衛大臣による異例の会見が行われ、日本の弾道ミサイル防衛を強化するという触れ込みで陸上自衛隊への導入が進められていたイージスアショアの配備中止が発表された。イージスアショは2017年に日本政府が導入を決定していた兵器システムで、海上自衛隊のイージス護衛艦が搭載する弾道ミサイル。防衛能力を陸上の発射設備で実現するものと位置づけられてきた。今回の配備中止が決定された理由は、イージスアショアにて発射される SM3 ブロック2A ミサイルの推進用のブースターを安全な陸上自衛隊演習時内に落下させることが困難と判断されたことだ。SM3 ブロック2A ミサイルは、アメリカと日本が共同開発中の弾道ミサイル迎撃用の兵器であり、今回問題となったブースター部分は、長さ約 1.7M、幅約 0.53M、重さ約 200kg の大きさを持つ。このブースターは、SM3 ブロック2A ミサイルの本体部分を発射直後から加速させるのに使用される部品であり、中身の推進剤の燃焼後に切り離され落下するのだが、この制御が難しいと判断されたものだ。これまで日本政府防衛省はイージスアショアの配備先となる秋田、山口の自治体に対し、ブースターの落下地点を安全な陸上自衛隊演習時内にコントロールすると説明してきた経緯がある。しかし、今回の発表は、事実上そうした制御が技術的、費用的にも難しいことを認めたものといえ、周囲を海に囲まれたイージス艦と違い、SM3 ブロック 2A ミサイルの陸上運用を諦めたものと言えるだろう。一部の専門家からは、北朝鮮が日本に弾道ミサイルを発射した場合、到達までの時間はおよそ8分ほどしかなく、この時間内でブースターの
落下場所まで考慮をした迎撃は、もともと不可能に近いと指摘する声もあった。それでも、日本とアメリカの SM3 ブロック 2A ミサイル開発陣はなんとか。解決策を模索はしたものの、ブースター部分のみならずミサイル本体や、発射塔そのものにも手を加える必要があるとの結論となった。これは、SM3 ブロック 2A ミサイルの開発に、すでに約2000億円を超える。費用と12年にも及ぶ時間を投入した経緯を考慮すれば、同様かそれ以上の時間とコストが回収には必要となると結論されたためだ。海上自衛隊のイージス護衛艦の隻数は2021年内に弾道ミサイル防衛において日本の全体をカバーするのに必要とされた。8隻体制がようやく完了する見込みとなっている。今回のイージス・アショアの配備中止が決定されるまでは、洋上で活動するイージス護衛艦は、どうしてもメンテナンスや乗組員の確保、練り度の向上などの課題が多く、それを補完するものだと期待されていた。つまり、24時間体制でのイージス護衛艦の運用に関わる負荷を下げ、本来であれば、洋上に比べて運用が容易だと考えられた陸上の、イージス・アショアによって、さらに弾道ミサイル防衛の底上げを、期としたものだった。また、コスト面でも、イージス・アショアの当初の想定からかけ離れた上昇は、問題視されており、1機あたり約800億円だったコストは、すでに約1340億円を超過、30年間の運用コストも約4500億円に達すると見られた。こうした中で、日本政府は、すでに、そのうちの約1800億円分について、正式契約を締結済みで、さらに約200億円はすでに支払い済み、残る金額についても日本側の理由だとしてアメリカに支払いを要求される恐れもありそうだ。そもそも、日本のミサイル防衛の考え方は先に挙げたような主として、北朝鮮から発射される弾道ミサイルをどのように迎撃するかという観点から構築されたもので、巡航ミサイルには無力との指摘もある。現在、イージス・アショアの配備中止を決めた日本政府は、今後の対応策を、2020年9月を期限に国家安全保障会議 NSC で討議し、イージス・アショアの代替案の具体化を進めていくものとみられている。河野防衛大臣は、こうした新たな方向性、指針が決定されるまでの間は、従来通りイージス艦を用いた大気圏外での目標迎撃と地上に配備された BAC-3 による大気圏内での迎撃の継続を示唆した。しかし、イージス艦では今後も導入されるであろう SM-3 ブロック2A。ミサイルも、また、陸上の PAC-3 迎撃ミサイルも敵の弾道ミサイルに対する事後の対処を行う兵器であり、発想の転換も指摘される。これは、現安倍総理も
今回の件を受けて発言したものだが、これまで日本においてはタブーとされてきた敵基地攻撃能力を備えた兵器を保有することも検討すべきということでもあり、議論を呼びそうだ。また、SM3 ブロック2A ミサイルの単価の高額さもイージス艦に実装するにあたっては問題だと言えそうで、現状でも一発数十億円と見られており、配備数に大きな制約ともなる可能性がある。